今日は前半にさやとりさの体調についてお話しして、後半は今後のさやりさチャンネルをどうしていくかの重要なお話をするので、ぜひ最後まで見ていってくれると嬉しいです。まずはりさの体調についてです。少し前にお腹の風邪にかかってすぐに治ったんですけど、またすぐに調子が悪くなって結構長引いてしまったので、その間はさやに一人で動画に出てもらってたりしました。最近は良くなってきたのでもう大丈夫だと思います。次にさやなんですけど、実は歯の矯正を始めることになりました。イエーイ。こんな感じです。上の方だけつけました。それでこれからは少し喋りづらくなっちゃうので、さやは YouTube をお休みしようと思ったんですけど、曜日と時間を変更して続けることにしました。で、新しい曜日と時間は月水金の夕方5時です。今日は木曜日なので、次の動画は明日金曜日の夕方5時からになります。投稿時間が早くなるけど、みんなが見やすい時間に見てくれると嬉しいです。嬉しいです。この動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくね。バイバイ。バイバイ。バタンバタン。